それではこれより三冠ヘビー級選手権試合の会見を始めさせていただきます。まずは早速両選手に意気込みを伺ってまいります。まずは挑戦者斉藤麗選手をお願いいたします。おい、いいか、この中島勝彦はこの俺とこの全日本プロレスをこいつは舐めてる。前にも言った通り、こいつが闘魂だなんだと言おうが、そんなことは俺はどうだっていい。だがこの全日本プロレスに来てから、こいつが好き勝手にやってるこの現状は気に食わねえ。この俺が必ずこいつをぶっ倒してこの三冠ベルトを奪い返してやるぜ。楽しみにしてろ。ありがとうございます。続きまして王者中島勝彦選手、よろしくお願いいたします。というかさ、なんでレイ一人なの？いや、俺はあの日負けてから、そもそも負けたのは斉藤ブラザーズなんだよ。俺はその負けた時から二人に、斉藤ブラザーズに勝つために寝る間も惜しんでトレーニングしてるんだ。だからレイ一人じゃなくて二人で来いよ。俺はずっと言ってるじゃないか。おい、王道スタイル対闘魂スタイルだ。あ、ごめん、あ、そうだ、警告書っていうのなんか届いて、猪木元気工場から、で内容は、123ダウンと、まあ闘魂というのをなんか猪木元気工場様が、登録商標権利を持っているということで、警告をいただいたんですけども、確かに年末大晦日、ボンバイに染めると言って大晦日の全日本のリングに上がって勢い余って、確かに123ダをやってしまったので、本当にそのことに関しては猪木、元気工場様、この場をお借りして、謝罪したいと思います。改めて、123ダとリンク上で、言ってしまったことを誠に申し訳ありませんでした。あと闘魂というものに関してなんですけども、自分は闘魂と一度も言ったことがないです。そして猪木さんということも僕の口から一度も言ったことがないです。自分が思い描いた闘魂スタイル、俺の生き様、闘魂スタイルを今後使っちゃいけないと言われて、ちょっとすごく困惑してるんだけど、レイ
どうしたらいいの わけわかんねえことペラペラ言いやがって。いやいや、わけは、いや、警告されてて。どう思う？どうしたの？おい、もういいだろ、次行け、次。ありがとうございました。では、両選手、今日のコメントでした。続きまして、質疑応答に入らせていただきます。ご質問あります方、よろしくお願いいたします。中島選手としてはやっぱり、まあその世界タッグでサイトブラザーズで敗れたってことで、今度の参加戦、2人相手じゃないとやりたくない。俺はずっと言ってるよ。うん。あの日、負けたのは、サイトブラザーズやって。彼だけじゃないから、レイだけじゃない。俺はその二人に、斎藤ブラザーズに勝つためにずっとトレーニングしてる。さっき言った通りだね。だから二人で来てくれよと。あと三冠戦の歴史上、こう1対2のハンディキャップマッチっていう図式は今までなかったんですけど、それも変えるということでしょうか。ああ、それはちょっとごめん、俺分かんなかった。まあ、ただ俺の標準というか意識は今もう斎藤ブラザーズだから、うん、あれは改めてその闘魂スタイルというこれまで掲げてきたものはこれからも貫くということなんですか。うん、まあ今言った通りであって、まあ一応ね、こうプライベートでさっき言った手前言っちゃったけど、まあ、一応個人に送られてきたことだままだし、ちょっとプライベートなことはね、今はちょっとこれ以上は言えないけど、まあもしかしたら時が経てば言える時が来るかもしれないね。あれですね、その世界タッグで、まあ、直接中島選手勝利したことで今回の三冠戦に向けても自信が相当のものがあると思うんですけど、手応えというかそのいかがでしょう。もう俺はもう勝つつもりしかねえ。こいつが俺と純と一緒にやりてえってんなら、なんだビビってんだかお前は。俺一人でやるっての。いや二人で俺がやりたいって言ってる。なんで一人になってビビるんだよ。一人じゃ勝てねえからやりてんだろ。俺一人で十分だよお前なんて。俺は斎藤ブラザーズに負けたから斎藤ブラザーズに勝ちたい、イコール2人で来いって言ってるんだ。え、分かりますよね。みんな分かってるよ。お前舐めてんのかお前。舐めてない。わけわかんねえことずっと言いやがって。俺がタッグだろうが俺が最後お前を俺のこの手でぶっ倒してるんだから、俺の挑戦を受けろっつってんだよ。それだけで十分だろ。ということみたいです。王者の意向はどうなんですか。全日本プロレスさん、中島選手、あの前回あのこのタイトルマッチの時は練習からそのままスウェット姿で来たと思うんですけど、今日の服装のテーマというかどういう。あ、テーマ、あ、うん、ちょっと、あ、もちろん清掃だよ。中島さん、あのどういう言葉を使うかは別として、こうリング上でのこうスタイルそのものは変わらないっていうことでいいんですか。スタイルは変わらない、レスラーとしての戦いっていうことそのものは、言葉はともかく、スタイルも何も、俺はずっとリング上は何もっていうか変わらず見てくれてますか。僕の試合通りでっていうこと。はい。レイ選手、
まあ、世界タッグ今保持してますので、今回勝てば五冠王者になるんですけども、歴代のその五冠王者の中で今回実現させるデビュー最短記録というのを作ることになると思うんですけど、そういったところは意識しますか？いいんじゃねえか。ありがとうございます、他にご質問ございますでしょうか？ございませんでしょうか？それでは、写真撮影に移らせていただきます。選手、その場でお渡しいただきまして、この場で、はい、ありがとうございます。お願いします。すいません、こちらお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか？では両選手ありがとうございました。本日は以上で会見を終了させていただきます。選手の舞台上お願いします。本日はお集まりいただきました皆様、誠にありがとうございました。これで会見を終了させていただきます。ありがとうございました。